こんばんは。加藤君、今日も素敵なシャツ着てますね。そうですね、今日また地味なちょっとショットやるということで、完全にあの地味シリーズになってますね。そうですね、地味シリーズ。なるほど、地味なショットで相手を追い込んでいく、いいですね。手間暇かけて点数取っていくんですね。そうですね、ありがとうございます。加藤コーチ、ちなみに今日は何をやってくれますか？ここのところもうロブしか打ってないんで、はい、もうとことんロブボレーをちょっと。ロブ、最後のロブボレー。なるほど、はい、実際にどういうロブボレーなんですか？実際こうボレーボレー戦とかで、ハーフボレー出されるじゃないですか、ちょっとこう甘くなりやすいんですけど、逆に考え方を変えればロブボレーこう簡単に打ちやすいショットになってるので、ロブハーフボレーを沈めるよりもちょっと浮かせて逆にこう相手を走らせようっていう感じ。今日これ非常に面白そうですね。足元もう一回沈めるっていうよりはちょっと突っ込んできたところを上げる。そうですね、はい、まず打つ前にですね、説明忘れてましたね。説明、ちょっと説明、ぜひポイントをお願いします。簡単に言ったら正面向きのままポンと当ててあげると、でボールがこうバウンドして上がってくるところをハーフボレーって打つので、上がってくるボールに対してちょっとこう上向き面が出ると、上がってきたボールプラス上向き面でものすごく上に飛んでくる。なのであんまりこうしっかり横向きで打つってよりはちょっと正面で入ってあげて簡単に上向きを、コンチネンタルリップだと出るので、そのまま当ててもらって軽く少し歩行するつける、楽に上がっていきます。あまりこう一生懸命打つよっていうショットじゃないんで、ちょっと気楽に来たボールを正面で迎え入れて少しこうすぐつけてあげると、バックでもちょっと正面、あまりこう横向くと取りづらくなって、少し正面で上向きでボールをすくっていくような感じで打ていきます。はい、ありがとうございます。バッチリです。じゃあこの後実際に打ってる姿よろしくお願いします。はい、どうでしたか、菅コーチ。いや、見事な、これ力がない方でも簡単にできそうな感じですね。そうですね、結構あのボレーボレー戦の中でやっぱり沈めたらもう一回沈め返さなきゃっていう意識も大事ですけど、逆の発想でそこから上げてってね、また上で崩すっていうのもね、かなり有効なのかなと今の動画を見てね思いました。結構沈め上げたボールをしっかり沈めるって難しいので、逆にこうハーフバウンドした時には上がってくる力があるんで、軽くちょんと上に持ち上げてあげるとしっかり高さが出てくるので、特にジョダブの方とかね、あの低いボレーの打ち合いになった時にこう目線を上下にぶらしてミスをさせるというところと、あとはいいボール行ったなって相手思ってるんで、足元に来てハーフボレーになるなと思ったところでこうボーンと一回上げてあげると一気に形勢逆転できる時もあるんで、少しあんまりこうガチッと一生懸命やるってよりはちょっと簡単に気を抜いてって言うんですかね、楽な脱力してグッと上げてもらえばいい、あんまり一生懸命やりすぎない。はい、わかりました。もらえばいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、もしね、ちょっと打ってみたいよって人がいたらぜひ来てもらえる。はい、カロコチありますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。